はいどうも CL プラスセカンドパパです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、おはようございます。ということでですね、今日なんですけど、今日ね休日なんですけど、今日はねちょっとママが、いないんですよ。リフレッシュで、ちょっとね遊びに出かけてますんで、今日はパパ一人で子供たちとねちょっと出かけたりとかしようかなと、そういう Vlog をね撮っていこうかなと思ってます。とりあえず朝飯っすね。朝飯食いにモーニングちょっと行ってこようかなと思うので、その後ねいろいろ家のことやったり、出かけたりしようかなと思っております。そんな感じで、休日のね Vlog 行ってみようかなと思います。おいしい？うん。よかったねよ。パパは大蔵派。うん。あんこ。せーの。はい、帰り。いや、もう一回やって。はい。せーの。いいね。アンパンマンだ。アンパンマン。アンパンマンもいい。アンパンマンも滑らしてあげたら。しけ。だよ。順番。順番ね。うん、大事、大事。アンパンマンこっちに置くって。いいよ。せーの。いいね。バイバイって。おお。でもね、あそこ。うん、いいよ。はい、バイバイして。バイバイ。もう一回行く。もう一回行くの？うん。はい。休憩しよう。うん。どう？でもじゃあ。ありがとう。一緒にあぶ。うん。でもこれにもて。え？あってなんだ折ってないよ。うん？あの折ってなんだ折ってないよ。うん。なんで？ちょっとついた。あれ難しい。難しい？お。手はこれ痛いのかな。手はこれ開くの。開くの？うん、これだ。パパ、これをちょっと。これ誰？いいの。ミニは、うん、ミニは好き？うん。パパ、ねね帰ってきたら行く？うん。ねね帰ってきたらおばあちゃんち行こう。ここへ行くの？ラコで行く？ラコで行くの？ばあば行く？うん。ばあばもう行かないよね。どうで行く？え、プイで行かないよ。アイクで行くよ。バイクでは行かない。みんなで行くよ。みんなでブーンで行くよ。はい、ということでですね、モーニングして、家のことですね、洗濯と、掃除を終わらしてですね、お昼ご飯はちょっと僕のね、実家に行こうかなと、今ね、向かっております。ちょっと前行ったんだけど、まあね、ママもいないし、大変なんで、行こうかなと、ちょっとね、実家でランチを食べようかなと思います。もうそろそろ着くんで、とりあえずまた着いたら回そうかなと思います。はい、ということで、実家到着しました。実家感すごいんですけど、まあ実家ですね、これが、とりあえず今母ちゃんがご飯作ってくれてるんで、子供たちと、お昼ご飯ね食べていこうかなと思います。だいぶ実家だね。本がすごいんだよね、本がよ。この実家のこの本の多さね、すごいんだから。これもほんの一部です。本だらけなんですよ。何冊あるの？2万冊ぐらいあるんだよ、これ。すごっ。ハムスターじゃなくて。おもろ、おもろ。並べるよ、並べようか。はい、今度ここ。はい、何？はい、すみません。おいしいね。熱い。熱い。本当？いやー、実家最高でしたね。やっぱり最高です。最高ですね。ママのご飯もうまいけど、おかんのご飯もやっぱうまいですね。とりあえずちょっと今からまあ地元近辺をうろうろしようかなと思うんですけど、とりあえずちょっとユニクロ行きたいんで、ユニクロにね、店舗のユニクロがあるので、そこにね行こうかなと思います。とりあえず今日ちょっと寒すぎるね。寒すぎたもん。さっきコンビニ寄ったのにマスク忘れただけで顎が寒すぎ。なんで？今日ちょっと風がねめっちゃ冷たくて、名古屋はすごい、まあ、全国的にかな、寒いですね。かなり冷えてきましたね。ちょっと冬ね、普通に日常的に使う、まあ、インナーとか靴下とか、その辺をねユニクロでちょっと見てこようかなと思いますね。子供たちのやつも含めて見てこようかなと思います。風邪をひかないように、本当に皆さん風邪ひかないようにね。白いあれなんて言えばいいんだろう、あれが出てる、空気、息が見える、うん、あ、もう寒いからね、本当に。子供たちは今ちょっとねお菓子タイムです。ああ、いいね、こういう休日も悪くないですね。じゃあとりあえずちょっとユニクロの方行ってみようかなと思います。はい、はい、ということでですね、帰ってきまして、結局ねユニクロ行こうと思ったんですけど、ね激混みすぎでちょっと今回はね断念しまして、家にね帰ってきました。で子供たちお風呂入れて、ご飯食べさせて、さっきね寝かせつけたとこです。そして今からは晩酌ですね。もう飲んでますけど、はい、皆さんお疲れ様です。すげえ混んでたな、ユニクロ。マジでいろいろ最近行けてなかったんで、いろいろねチェックしたかったんですけど、まあしょうがないですね。子供連れて2人ね連れて激混みの中行くっていうのは結構レベル高いんで疲れるんで、今回はねやめました。どっか行こうかなと思ったんですけど、やっぱどこもね混んでますね、日曜日はね。なんで今回は諦めましたね。うん。まお姉ちゃんもね明日学校なんであんま遅くなってもあれだしってことでね帰ってきましたね。はい。今からはちょっと飲みながら、編集をねいろいろやっていこうかなと思ってますね。最近あんまり週に1本とかしか動画出せてないんで、まあ頑張って動画作っていこうかなって感じです。ちょっとおつまみもね食いながら、これなんかママが買っといてくれたなんかこれドンタコス食いながらね、このドンタコスとかドリトスとかこういうタコス系のやつ好きなんですよね。いただきます。なんかたまにこういう僕だけで、2人をね見てる日っていうのはたまにあるんですけど、やっぱりお母さんたちはねすごいなと思いますね。うん、普段からねずっと子供のことをねこう見て家のこともやって、まあ普通当たり前じゃんって思う人もねいるかもしれないですけど、まあ大変だしすごいことだなと思いますね。やっぱり尊敬です。これでね動画が結構溜まってるんで編集しないとって感じですね。うん、そろそろ冬のね冬コーデ的なのもやっていこうかなと思ってるんで、またね時間がある時冬コーデ撮っていこうかなと思ってますね。はい、まあそんな感じで今日はね、ママがいない日の休日のね Vlog って感じでやってみました。まあこれから、編集して寝ようかなと思います。皆さんもいい夜をお過ごしください。それじゃあおやすみなさい。バイバイ。